は間違いない間違いない。こんにちはもこんばんはも、こんばんはこんにちは。今日ね、今日ね、初めましてのおじいちゃんおばあちゃんと、おじいちゃんおばあちゃんと会って、なんかやっぱおじいちゃんおばあちゃん好きってなった話があってねなんか朝、そう、あのワンちゃんたち青ニコのお散歩に行ったのね、行ったの。そう、まあ久々の、久々っていうか、まあ晴れてんのさ、なんかこの間ずっと雨降ってたじゃん、何日間かでさ、まあ晴れてるし今日、まあ時間あるしと思って今日そう朝まお散歩行ったの。ちょいと長いコースをね、そうちょい長で行ったの。ちょい長っていうか、まあ普通に長いコース行ったんだけど、そしたらそう、お家からまあちょっと歩いたところで、まあ、ちょっと歩いたところだからさ、まあそんまあ知らないんですよ普通に知らない方だったの。おじいちゃんもおばあちゃんも普通にはそう喋ったこともないおじいちゃんおばあちゃんだったんだけどね、なんかちょうどそのなんかさ、お家の前がさ歩道になってるるみたいなところあるじゃん。なんて説明したらいいの、なんか説明難しい。なんかお家がこうあってさ、歩道があって道路になるみたいなあるじゃん、普通にそういう道って。そうちょっと説明したんですけど、お家歩道、お家歩道道路みたいなでまた歩道があって建物があるみたいな、そうそうそうあるじゃん。でまあさ、お家の前にね、まあちょっとそう、まあそのお家の駐車場が多分埋まっちゃってて、多分そのお家に来た方がいらっしゃったの車で、まあ、ちょっと歩道にまあ止めなきゃさ、まあぶつかっちゃうからまあしょうがないじゃん、それはそう車がぶつかっちゃうじゃん、事故起きちゃうからさ、まあ歩道に車が半分ぐらい乗ってた。いやそう、ダイユ2匹の犬連れてたの。まあ2匹じゃん、それはそう2匹とも青2個連れてて、そうでもね、2個がね、なんか車、大きい車とかが止まってると動かなくなっちゃうの。そう、その場で止まっちゃうの。そう止まっちゃうんだけど、でも今日もそれをやってしまってというか止まっちゃったらおばあちゃんが来て、通れるって言ってくれて、そう通れないって心配してくれて、あ通れるんですよ、あ違くてって違くて、あの止まっちゃう癖があってって止まっちゃう癖があってって話したら、あそうなのって、かわいいねって、2匹いると大変よねって、そうすごい話してくれて、おじいちゃんも来てくれて、あ通れないのかって心配してくれて、そうすっごい満面の笑みでおじいちゃんおばあちゃんが話しかけてくれて、でも大好きってなんだ見知らぬおじいちゃんおばあちゃん勝手に好きになってしまう人ね、多分怖いんですよね。2個なんか2個ね、でも比較的なんか物に興味あるんだけど、多分大きい音とか大きいものが苦手で、2個そう苦手、止まっちゃうんですよ。あとなんか多分歩きたくないくなったら止まっちゃうのもあるの。そうあと多分自分の行きたくない道だと止まるの。そう止まるんです2個止まるから、もうそうなったら、そう動かなくなっちゃったらもう動かないから抱っこするしかないの。でもまあ青は止まんないからさ、そう2個だけ抱っこすればいいんだけど、なんかそう基本的にいつも2匹同時に抱っこしちゃうから、そうなんかすっごいこうなるそう
とおじいちゃんおばあちゃんかわいいと思って、優しいと思って、すっごいニッコニコで話しかけてくれて、そうなんか気づいてくださったのがびっくりした。なんかそうやっぱその人が来てるわけであってさ、だからさ、そうそんなそう気づかないことの方が多いじゃん、やっぱり話してたりその来てる方とさ、そうちょっと庭の中の方で話してたのその方たち、えそうだから、あそうなんかそう誰か話してるなと思ったら2個止まっちゃったから、あーって、あそうだ車があるからだと思って、そうでも気づいて、そうわざわざそう声をかけに来てくださって、大丈夫って通れるってすごい優しいなって思いました。全然通れるスペースは全然あるの、そうだから全然通れるんだけど、そう2個が止まっちゃったからと思って、そう優しい大好きと思って勝手に勝手に大好きになってしまった。いや本当はなんかうんなんかね、なんかあと他にもおばあちゃんエピソードなんだけど、これも知らないおばあちゃん話したことありそう、なんか柴犬を連れてるおばあちゃんがいらっしゃるんだけど、そうなんか本当になんか本当にそのおばあちゃんのサイズ感に対して柴犬が大きいんですけどでもねそのねなんかねおふたそういつもそのおばあちゃんとそのちょっとわかんない大きくないんだけど、おばあちゃんがそう小さいから柴犬が大きく見えるんだけど、そうそのおばあちゃんと柴犬でねいらっしゃるんですけど、そうなんか決まった場所に決まった場所にいらっしゃるんだけど、そのおばあちゃんも可愛くて、で一回だけねあゆが歩いてるところに遭遇したわけですよ、そうおばあちゃんがいらっしゃって、あのおばあちゃんだと思って、今まで話したことないの話したことなくて、いつかいつかなんかこういう状態で会ってみたかったおばあちゃんと柴犬と思ったの。そうそしたらね、そうその時もすごい笑顔で話してくださって、そうおばあちゃんってなったそう本当にね、なんか可愛いよねおじいちゃんとおばあちゃんってね、可愛くてなんか本当にいい、尊い、本当尊いよね本当に。いやなんかなんかさ街でさ幸せそうなおじいちゃんおばあちゃんいるじゃん、なんかすっごいいるじゃんね、そう なんか本当幸せオーラすっごいよみたいな、あんなおばあちゃんになりたいなんかえすっごいえ幸せオーラすごくないみたいな、そんなおばあちゃんになりたい。わかる、いる、ね、いらっしゃるよね、なんかいかにもいかにもなんかもうすごい幸せですみたいないるよね、そうえそう手つないで歩いてるおじいちゃんおばあちゃん本当にもう大好きなんかねいいよね本当に、えなんだな、なんか尊いのよ本当にね、やばいってだろ本当にね、いや多分本当こんなおじいちゃんおばあちゃんを語れるの多分あゆぐらいだと思う本当に本当に尊い、なんかお買い物の時とかさお散歩とかでさ手つないでるおじいちゃんおばあちゃん見るとあかわいいってなる、でもなんかそれだけで一日幸せになる、そ
それ見ただけでも幸せだとなるよ、本当にね。そう、そうそうそう、本当に可愛い本当に可愛い、本当に可愛い。ね、なんだろうね、いいよね、いいよねっていいよね、本当に。ね、そんな今日のエピソードでしたこれ絶対話したいって勝手に思った話でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。で、そしてさ、なんかさ、そう、なんかさ、春休みなのかな、ね、春休みだからさ、すごい小さい子とかがさ公園とかで遊んでてさ、朝からあ春休みなんだってなんか実感するよ。なんかさ違う、なんかさ学生じゃなくなるとさ、そのなんとか休みとかなくなるじゃん。春休み、冬休み、夏休み、秋休みとか全部の休み、ゴールデンウィークとか、そういうなんかさ決まった長い休みってないじゃん。そうないからさ、なんかあ今休みなの、あじゃあ今じゃあ春休みなのかとかさ、あ今冬休みなのかとか、なんかそう、なんかそういうのは小さい子を見てそう思い出す、いつも。そう春休み、はい、そう1年のうち4回休みあるじゃん、春夏秋冬で。そう長い休みってそうあったからさ、え、そうお昼にね小学生の子とかいるとえってなるよね、一瞬あみたいになるよね。そうでもすぐ察する、なんせ学校行ってた時期あるからね、いい時期あるからみんなあるけどみんなある、みんなあるけどもうね小中高で行ってるのでフ夕方外出ると公園に子供いっぱいいる、でも朝からいるよね、お休みの日とかは。それこそなんかね昨日とか6時台にもういらっしゃった、そうパパと男の子2人で3人で遊んでた。そう兄弟2人とパパと遊んでました。そう寒そうと思いながら野球してましたね、はい。そう朝の6時、早いよね。あでもなんかもう7時に近い6時だったから、まあほぼ7時だけど、まあ6時台って早いよね、ね早いよね、遊ぶには早ーっと思って、うん早いよね本当に。あゆとかですら、うん、まあその子多分小学生かな、多分あゆですら小学校の時何時に遊んだかな。さ遊ぶとしてもまあ、さ朝ごはん一回食べてからか食べる前かだから、まあ7時ぐらいなのかな、7時8時とかぐらいに、まあ、ちょっとだけ遊んで帰ってくるみたいな感じだったかな。うん早いよね、あちなみにあゆはねその時ね、ワンちゃんたちと散歩行ってましたそう、その日は予定があって、まあ早く行かないとと思って。あゆそう比較的そうなの、なんか出かける前にやれることはそうやっていく系の人だから、そうできる限りのものを
やっていく系の人だから、そう、もう朝普通に早く起きるから、そう出かける時とかも全然もうすごい早く起きちゃうから、起きるから、その行く時間の 2,3 時間前には絶対起きるようにしてるから、まあ普通に時間があるわけよ。そうあるから、なんかいろいろやってから行くようにしてる。それこそワンちゃんとかの散歩は今とか日が昇るの早いじゃん。そう昇るの早いから、なんかそう朝散歩行ける。なんか冬とかは6時もうなんかほんと7時ぐらいになんないと明るくなんないから、なかなか行けなかったけど朝の散歩とか。最近はね、そう全然もう6時前後ぐらい、5時、うん5時どのくらいだろう、あんま覚えてないけど、そう結構早いから6時過ぎ6時前後ぐらいに登るようになったから、そうなんですよね、比較的早く行っちゃう。そう時間があるあれば支度とか全部終わって支度、そう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 。ハッピーも朝6時台に散歩してます。おワンちゃんがいるの、あ違うか、ハッピーサピーさんだからだハッピーっていうワンちゃんがいるの違う、なんでかっていうと違う勝手にワンちゃんにしちゃったんだけど、違うんです、家のね近くにハッピーちゃんっていうワンちゃんがいるから、ハッピーっていうワンちゃん飼ってるのかと思ったの違う、本当にそう、本当にハッピーちゃんっていうワンちゃんがいるの、可愛いんです、困ってるの顔が、いつも困ってて、でもそう山辺家のあおちゃんがハッピーちゃんのこと好きなの、好きで、そういつもそのお家の前行くと泊まるの。そうかわいい、そうね。でもそう朝のお散歩って本当に目覚めるからいいよ。朝苦手な方10分ぐらいでも歩いてみ、目覚めるから。あ5分でもいいや、5分で多分だいぶ変わると思う。そう歩いてみ、歩いてみって歩いてみ、そういいよ。でも本当に今はこんな余裕持ってるけど、多分本当になんか AKB 入ってからともこんな時間余裕持って動くようになったら、それまで、あでもそれまでは別に早く起きる時は起きてたよ。まあ学校の日とか全然早く起きなくて、それこそ学校の日っていうか平日平日本当に全然起きなかったの。あそう、なんならそうなんなら本当になんか家出る10分前ぐらいに起きること多かったもん。それで全部支度終えてる行くの、ちゃんともうなんかランドセルに、ランドセルとかスクバとかに全部必要なものは全部詰めとくけど、夜のうちに。そうだから多分出れるんだけど、そう本当そんな時もあった、5分前とかもあったもん、全然よく終わったよねって思うぐらい。今じゃ別に今でも終わると思う、本当今でも全然多分急げば終わるんだけど、なんかいろいろ別にやりたいことあるし、別に今なんか起きてゆっくりしてから行きたさもあるから、そう比較的最近はのんびり起きる、早めに時間余裕持って起きるんだけど、すっごい余裕持って。早朝革命はいつ起きた、ほんと AKB 入ってからだと思う。うん寝坊は絶対ダメっていうのがあるから、自分の中で。そうそうもう寝坊したらおしまいだぐらいの覚悟でいるので
そう、だそれはあると思う。そう。なんかさ、学校とかならさ、まださ、いや、ダメだよ。ダメだけど、あゆ、まあ、したことないけど、遅れたことはないけど、学校とかも。そう。学校とかにちゃんと時間内にはちゃんとついてるよ。そう、ちゃんとついてるから、まあ、そこは安心してほしいんだけど、絶対寝坊はダメじゃん。そう。からっていうのはあるかもしれないね。それで、革命起きた。多分。そう、そうね、比較的それかも。うん、そうだからね、なんかほんと昔と全然変わったと思った変わってる。ほんとは多分、ほんと多分小学校の時と全然違う。だから小学校から中学校でもだいぶ変わったの。で、多分中学校から、あ、でも、入ってからはそんな変わってないかも、AKB に。入るまでと入ってからが多分だいぶ変わったと思う。自分では思う、それはすごく。自分ですごい多分思うから、そう、なんかいろいろ変わったなって思った。そう、だから、変わったんだろうなって思う。自分で思うぐらいだから多分みんな気づくと思う。それこそね、なんかその小中ってさ、まあ、一緒になる子多めじゃん。そうそう、友達とか。なんかそれこそ中1までは多分言ううるさい側だったの。なんならうるさい側なの。え、そう。あ、でも多分家はそんな、家の中では変わってないんだけど、その学校内でだいぶ変わったの。そう、学校にいる時変わって、それこそ中1まで多分うるさい側だったんだけど、中2に入ってからはもう、そう、そのドラフトを受けてる時だったから、そう、なんかね、そう、多分すごい静かになったと思う、そこで。絶対なんか静かになった。うん、え、友達にも言われた、変わったねって、なんか静かになったねって言われた違う、たぶんこれね、なんかさ、まあ、シンプルにさ、なんかさ、その中入るまではさ、学校さ、比較的最初から最後まで入れることを入れるじゃん。そう、入れるからさ、そう、なんか比較的なんかみんなのノリとかもわかるじゃん。でもさ、入ってからさ違うよね。やっぱさ、あの最初から最後まで入れない時とかさ、それこそお休みしちゃう時もあったりとかさ、してるからさ、なんかさ、みんなのノリ多分つかめなくなった。そう、そう、しっとりした、本当に。なんか、え、そう、しっとり、なんかほんとカントリーマーム並みのしっとり具合になったと思う。なんかそれまでは、え、なんか、え、どのくらいって言ったらいいんだろうな、それまではなんか普通にサクサクなクッキーだったかもしれないんだけど、それからカントリーマームになった本当に。だからなんかおせんべいか濡れせんになったみたいな、ほんとそんな感じよ。ちょっとチンすると美味しくなるカントリーえ、そうそう、なんか多分つかめたら普通にその海苔に、え、でも普通に仲いい子、親友みたいな子とはほんと全然普通に多分小学校とかの海苔で入れたんだけど、なんか中クラス替えがさ、それこそ中1と中2で、え、中2になる時にあったの。そう、中2中3は一緒だったんだけど、中1終わって中2になる時にクラス替えがあって、そう、まあ知らないんですよ。知らないっていうか、そう、知らない子が多くて、そう、あ、はじめましてみたいな
感じだった。まあさ、だからさ、まあ、難しくね、ノリなかなかつかめなかった。そう、あ、でも一緒の子もいた、一緒の子もいたし、なんなら担任の先生3年間一緒だったから3年間一緒だった、ほんと。そう、3年間一緒で、柔道の先生なんだけど、女のね先生なんだけど、そう、柔道の先生で、そう、柔道体操を教えてもらった、いっぱい3年間柔道体操いっぱい教えてもらったけど、前も柔道体操を毎回参加してたわけじゃないから、え、そうそう、柔道の授業の時に毎回出れてたわけじゃないから、そう、覚えてないんだけど覚えてないんだけど、そう、柔道体操をいっぱい教えてもらった。そうなの、そう、柔道体操すごいね。そう、3年間一緒すぎて覚えてないんか、覚えてない、覚えてないね。柔道の技も前わかんないもん。え、柔道わかんなかったいや、ほんとなんか申し訳ないんですけど、担任の先生だったから、柔道ちょっとあゆには難しかった。友達と「え、どうやんの？」って「え、わかんない」って「わかんないね、どうしよう」ってなった。とりあえず、あの、パーンって床にやるやつあるじゃん、パーンってやんなきゃいけないじゃん、それはちゃんとやってた。それが鳴ってれば、まあ、なんかちょっとバレないかなって思って、わかんないのバレないかなって思って、そう、ちゃんとわかってるよって、わかってますよって、わかってる、大丈夫、わかってる、大丈夫大丈夫、そう、雰囲気を出すのは、そう、一人前なので、そう、ペーンだって嘘、やってました、ちゃんと。ペーン大事なので、みんな、あの、そう、何か転びそうになった時とか、バーンって地面ね、やって受け身ちゃんと、そう、取ってください。そう、怪我しない、受け、そう、なんか受け身パーンやれば怪我しないみたいに言ってた気がする、わかんないけど多分言ってた気がするので、受け身いっぱい取って、転んだ時受け身、転びそうになった時も受け身、転んじゃったかもしれない時も受け身、そう、どんな時でも受け身を取っていただければいいかなって、みんなにもそう思います。はい、受け身いっぱい取ってください。でもなんか本当に違うクラスの担任の先生となんか比較的どの学年の時もなんか仲良くなりがちだった。そう、なんかわかんない、担任、そう、多分中学校の時は3年間一緒だったからっていうのもあって、で、3、4年の時もね、そう、あ、小学校の3、4の時も3、4年ん ?5 年、だからどこかもね、そう、2連続同じ担任の先生だった時とかもあって、なんか比較的なんか一緒の先生になりがちなのかなと思って、なんか
なんかそう毎回そうなんか同じ先生になること多すぎて、その時はねなんか理科の先生だった。そうなんかでもなんかどの時も癖強めな方だったかもしれない。それこそそのそうまあ柔道の方だったし、あとビッグダディだったり、そうそうその理科の方はもう理科が大好きすぎる。そう研究命みたいな感じで、そうなんかみんな個性豊かだった。そう豊かでした。で高校の時はあでもそんな個性強くはなかったか。でもそう可愛かった、可愛い先生だった。すごくビッグダディで、ビッグダディなんです。なんかお子さんが何人いるって言ってたかな、8人6人6人6人いるって言ってた。そう6人8人なんかそのくらいいるって言ってて、ちょっとあんま覚えてない覚えてないんだけど、そういっぱいいるって。そうあだ名ビッグダディなの。そうみんなビッグダディって言ってた仲良すぎだよね。そうみんなでビッグダディね。そう一回だけね、一回だけね、そうなんかあったのよ週末に、まさかのビッグダディに。そうちゃんとお子さんいらっしゃる場面に。どんな場面かっていうと、まあ、普通にそうお兄ちゃんの担任の先生が結婚式をするってことで、そうお祝いにをしに行ったん。そう家族みんなで。そしたら、まあ、そうビッグダディがいらっしゃって、ビッグダディだと思って、リアルビッグダディだと思って、そうなんかこっちがあわあわしちゃった ダディが目の前にいるんだって。あわあわしてしまった、本当に。そうっていうエピソード。はい、まあそんな感じで なんかいろいろエピソード話でした おしまいにしたいと思います。でも嬉しいコメントがある。あいちゃんミニうちわキーホルダーを注文したようだって。嬉しい。この前ゆうなちゃん、はまちゃん、おだえり、あやねちゃんと一緒に、嬉しい。チーム K のチームメートの先輩さんじゃないですか、ゆうなちゃんとね、はまさん、おださん、あやねさん、嬉しい。ありがとうございます。いいんですか、エイトさんの中に紛れ込んじゃって。ありがとうございます。嬉しい。大好きなエイトさんの皆様なので嬉しい。あ、そうだ、皆様、そしてお話し会の方もお待ちしております。まだまだやってるよね。そうだよね、これからやるのかな。そうだよね、やるよね、確か。そうだよね、そうまあね、一番近いに行ってね、みんないいよいいよって小声。そう、その日おすすめだよ。そうパシフィコ横浜の、そう、あともうちょいだなんて待って可愛いまですっごい小声で何かを言うすごい小声。そうらしい、らしい。ぜひ皆さん一番近いに行ってお待ちしてますすっごい小声、聞こえてるか聞こえてないか。はい、そんな感じですお待ちしてます。でもどの日程もね、オンラインもオフラインもどの日程もお待ちしてるので、よかったら会いに来てください。ではではランキングを読みたいと思います。13位スターフラッシュさん、ありがとうございます。12位早明菜子さん、ありがとうございます。11位黒い招き猫さん、ありがとうございます。10位魔物さん、ありがとうございます。9
9位メガネさんありがとうございます。8位ハッピーサッピーさんありがとうございます。7位サンマさんありがとうございます。6位翼欲しいさんありがとうございます。5位トシ君ありがとうございます。4位ゆきみつさんありがとうございます。3位ヒデさんありがとうございます。2位プラハタハさんありがとうございます。1位ギャローさんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日もぜひ見てください。ありがとうございました。バイバイ。